はい、どうもこんにちは、バシッと。ミクです。はい、さあ、本日紹介するのはこちら。じゃーん。初音ミクフィギュアセカンドシーズン、サマーバージョンですね。はい、今まで春、冬、それから秋という風な感じにやってきたんですが、最後夏がやっと出てきてくれましたね。はい、今回は、やはり夏らしくこうお祭りっていう風な感じがしますよね。開けるの楽しみです。それでは早速開けてみましょう。はい、バシアとミクチャンネル。はい、それでは早速外側の方から見ていきましょう。まずは前面、ミクちゃんが大きく映ってるんですけども、リンゴ飴、そして狐の面っていう風な感じに、装備品がありますね。はい、リンゴ飴の持ち方がね、ミクちゃんちょっとマイクっぽいんだよね。実はリンゴ飴型のマイクだったりっていう風な感じがしますね。はい、多分それはないな。はい、で、横目はこんな感じになってて、バックとサイドという風な感じになるんですが、今回は内輪も持ってますね。はい、本当に夏らしいって感じ。はい、後ろ目はこんな感じ。こっちが表かな、台座が付属しますが、違いになりますね。うん、今回も色違いがあって、もう一つのカラーが、赤とピンクのバージョンがありますね。スカートの部分の今黄色かかってるところがピンク色になってるっていうのがあるんですが、赤とピンクって色が似通ってるんで今回やめました。はい、黄色と通常カラーのやつですねを選びました。はい、もう一つの画面はこんな感じ。元絵ですね。元絵も可愛らしくていいよね。うん、なんかこう浴衣となんかステージ衣装がなんか融合したような形になってますよね。はい。上の面はちょっとこんな感じになってます。フィギュアセカンドシーズンサマーバージョンという感じで書いてありますね。はい、もう一つの裏面がこんな感じ、下面がこんな感じになってますね。はい、早速開けてみましょう。はい、開けてみると中にはこんな感じに入ってました。組み立て式ですね。では早速組み立ててみたいと思います。はい、それでですね、開けましたので、まずは台座の方から見ていきましょう。今回はクリアブルーな感じになってて、で、印刷してあるものが全部夏祭りを意識したような感じになってますね。金魚すくいだとか、うちわだとか、あとはリンゴ飴、キツネの目というような感じで、あと花火ですね。うん。あと水風船か。まあ、この辺のところ、かなり祭りを意識したような感じになってます。夏というか、夏祭りっていうような感じになってますね。面白くていいんじゃないかと思います。クリアブルーの台座っていうのも初めて見たかもしれない。割と珍しい目かもしれないね。じゃん。はい、こちらミクちゃん本体になります。それでは早速ですね、ミクちゃんの細かいところ見ていきましょう。スカートが上を向いちゃってるせいで下着が見えやすくなってしまいます。はい。うん、でもまあ可愛らしいですよね。すごいね、浴衣とドレスがなんか本当に融合したような感じになってます。はい、それでは早速細かいところ見ていきましょう。まず顔なんですが、はい、可愛らしくプリントしているのがよくわかるんじゃないかと思います。リンゴ飴とか特にクリアパーツで成形されているわけではなく、普通にベタ塗りというような感じですね。造形だけ細かくできている感じです。はい、持ち方が歌姫のマイクのそれと一緒なんだよね。はい、で、持っているものはうちわとリンゴ飴になっているんですが、リンゴ飴だけはくっついてます。祭りと書かれたこの、うちわですね、これは取ることができます。キャスト不可能ですね。はい、まあ、別にこれ取る必要はないと思うけどね。はい、でっかく祭りって書いてあるの笑っちゃうよね。はい、で、キツネの目の部分ですよね。キツネの目の部分かなりよく造形されてるんですよね。プリントとそれから塗装の部分かなり綺麗にできてる。うん、すごいなって思います。へえ、すごい力入れてるね。うん、はい、後ろ見てみるとこんな感じ。髪型はいつも通りのミクちゃんと同じですが、髪の毛の先っちょの方は、クリアパーツで成形化されてて、クリアパーツの上から塗装化されてという感じになってます。グラデーションが綺麗ですね。はい、で、頭の髪の毛の後ろ、それから、衣装の後ろにあるこのでっかいリボン、これかなり可愛らしくていいですよね。シンクの赤っていうような感じになってます。うん、ただこれは成形色になっているので普通に塗装じゃないですね。はい、なんといっても今回目を引くのはやっぱりこの衣装ですよね。青と黄色の衣装、うん、あの花火をイメージしたような感じの柄も入ってますし、星のねこれはなんだろう、バッチかなんかかな、もありますし、あの左右非対称っていうデザインがなかなかいいんじゃないかなと思います。可愛らしくていいよね。このブワーって大きく広がったこのスカート、あのまどかちゃんの衣装みたい。はい、スカートは 1,2,3,4層かな、3層か、3層の上にフリルがついてる感じかになってます。うん、可愛らしいですね。足はミクちゃんには結構珍しく、普通に何も履いてない状態になってますね。まあ、これのたまにはこういうのもいいんじゃない、夏らしくて。下駄履いてますね、赤い下駄。そして足首にもリボンというような感じになってます。うん、これは何だろう、本当に歌姫と浴衣が本当に
融合したような感じになってますよね。はい。そして、あんまり目立たない部分であるんですけど、今回脇の部分が空いてるんですよね、ここね。ここちょっとセクシーポイントでありますよね。はい。スカートがちょっと短い部分、そして、脇の部分がちょっと空いてるという部分、ここの部分がセクシーポイントで、ね、めちゃめちゃ出るわけじゃないんですけど、うん、そこそこいいんじゃないかなと思います。はい。髪の毛も実はクリアパーツを使ってたりと、割と豪華な部分はありますね。うん、素敵だなと思います。はい。それでは早速、台座つけて完成させてみたいなと思います。じゃじゃん。はい、完成しました。初音ミクサマーバージョンですね。うん、すごくいい感じなんじゃないかなと思います。以前紹介した、春バージョン、それから秋、うん、冬、いずれもなんかこう、季節には、個人的にはごめんなさい、あんまり合ってないなっていう風な感じがしたんですが、確かにこのミクシャに関しては、夏と言われれば夏っていう風な感じがしますね。素敵だと思います。はい。初めて文句なしで出たわ。うん。はい。ぐるっと見回してみるとこんな感じになります。はい。改めて見てみると、やはり造形の部分結構綺麗にできているのと、今回は塗装すごく綺麗で、飛び跳ねとかもあまりないんですよね。あまりないっていうかないんですよね。うん、素敵だなと思います。はい。やっぱりこの左右対称のデザインいいよね。黄色と青ってところね。やっぱ黄色のやつ選んで正解だったなと思います。ピンクのやつだとなんかあんまりって感じだったんで、やはりここあまり色はに近いものじゃない方が良かったかもしれませんね。うん、これで選んで正解だったなと思います。はい、素敵だな、可愛らしいですね。はい。さて、これで4人全員揃いました。ということは、やることはただ一つ、じゃじゃん。はい、全員集合ですね。ああ、やっぱりこうしてみると本当に素晴らしい。やっと全員揃ったよ。1年かけて集めるのはいいんですけども、うん、やっぱすごく長くなっちゃいますね。はい、忘れた頃にやってくるというか、いうそんな感じですよね。うん、春と夏がかなり間を縮めて出たにもかかわらず、秋とそれから冬ですね、この間が結構空いてた気がするな。あと冬と春の間も結構空いてた気がする。うん、なんでここの部分がちょっとね忘れる原因にはなってたんですが、はい、なかなか、うん、集めるの手間取ったけども、いい感じに揃ってくれてよかったなと思います。はい。そしてこの中唯一この子だけ色違いなんですよね。正規の色じゃない子がいる。うん、まあそれもいいんじゃないかなと思います。はい。で、色違いが出たのがちょうど春の時からだからね、秋と冬に関しては色違いが出てないので、うん、まあそこはしょうがないかなと思います。はい。最近プライズも色違いフィギュアなんで、ちょっとめんどくさいものを出してきたんでね。どの色を迎えるかは本当にマスターしたいっていう感じになって、うん、それはそれで特色が出て面白いのかなとは思いますけども、はい。何せようやくセカンドシーズンも全員揃いましたね。今ファーストシーズンのやつですよね、あれが2週目をやってますよね。色違いバージョン出してきて、うん、面白いことやってきたなと思うんですけども。まあ個人的にはもう1個持ってるんでいらないなと思ってますね。やってはないんですけども、はい。サードシーズンがまた出たらやってみたいなと思います。はい。何ですよ、みんな髪の毛の先がクリアパーツで造形されてたりとか、あとはそうですね、装飾が非常に多いっていう点が共通する部分ではあるかなと思います。はい。今回は夏以外はあんまり、そうですね、季節感を感じられるようなものではなかったんですけども。はい。いや、まあこういうフィギュアもいいんじゃないかと思います。本当にミクちゃんの季節シリーズというよりかコスプレシリーズっていう感じなんだけどね。うん、まあこれも面白くていいんじゃないかなと思います。はい。はい。というわけで、初音ミクフィギュアセカンドシーズンサマーバージョンの紹介でした。これで四季ミクちゃんセカンドシーズンも、最後の一体という風な感じになりました。はい。これで終わりですね。続いてサードシーズンがあるかどうかはわかりませんが、プライズのフィギュアガンガン増えてってるので。はい。まあまたそうですね、出次第レビューしたいなとは思うんですけども、うん、そろそろ本当にしまい場所がなくなってきてるんで、うん、勘弁してほしいなっていう思う一方、プライズフィンのフィギュアのミクちゃん、とどまること本当に知らないので、うん、まあ続いてほしいなとは思うんですよね。はい。まあサードシーズンも多分あれば集めちゃうんだろうな自分は。なんとなくそんな未来が見えます。はい。1年を通してそうですね、やっぱりレビューしてきたの思うのは造形も、それからカラーリングですよね。この部分は非常に綺麗にできて文句なしだったっていう点ですよね。うん、そこの部分だけは本当に文句なかったなと思います。綺麗にできててよかったんじゃないかな。コスプレミクちゃんシリーズ面白かったなと思います。はい。また続きが出るようでしたらデビューしてみたいなと思います。はい。
というわけで、初音ミクがセガのシーズンサマーバージョンの紹介でした。紹介したマシーとミクでした。はい、またね。じゃあね、ミクとマシーからお願いがあります。はい、チャンネル登録と動画の評価をお願いします。ツイッターもやってますので、ぜひフォローお願いします。それでは、バッシーアットミクチャンネルをお願いします。